群馬県川場村。この地で住みます芸人をしながら150年の歴史を誇る伝統のほうき作りに挑戦中。ほうき作りはなんとか形になってきました。そして川場村太郎地区の耕作放棄地でほうきに必要なほうきもろこしの栽培もスタートしました。いろいろなトラブルが発生しましたが、なんとか一つずつクリアしてこのままいければと思ったのですが、というわけで今回は、やべえ、なんか葉っぱが枯れてきたのかな。これ一部あのほうきもろこしの葉っぱがちょっと黄色くなっちゃってるんですよ、うん、一部分のところ、うんうんうん、それはなんかあれなんですかね、原因とかって。黄色くなったんだ。あら、だけど結局あれじゃねえんかな、水分不足じゃねえのかな。これだったらちょっとなんかあの自主的にお水あげた方がいいですかね、うん、晴れが。上路ででもちょっと、はい、ちょっとね、あの関さんからお伺いしたら、こちら葉っぱが黄色くなってるのが水分不足だからっていうことなんで、ちょっと上路でお水をあげたいと思います。しろ。6月に入って全然雨降らないと思ったら、まさかの6月中に梅雨が明けた。それでも雑草は待ったなしで生えてくる。そんな中、頼もしい助っ人が。これで雑草には当分悩まずには済むと思ったら、別の問題が。やばい、ずっと晴れてるから、あの砂があのサラサラになりすぎて、ほうきもろこしがあの自重を砂で支えられなくなってきてる。あ、ちょっと枯れてるやつもある。このままほうきもろこしが干ばつによって全滅かと思った矢先、嬉しい雨が降ってきました。手前はちょっとやったんですよ、はい、書いて草を書いて、うんうん、でやったんですけど、昨夜の雨で、はい、ちょっと奥見てもらうとあれなんですけど、あんだけ成長したんですよね、一晩で。どれですか。こう、この通路に入ってる、これですね。あ、雑草の成長は早く、気づいた3日後にはこの大きさ。1週間も放置しておくと、ああ。昨夜雨が降ったから、ちょっと肥料をまいてたら、あの作業着が結構濡れちゃいました。で、あの7月4日時点で僕のほうきもろこしの畑で一番育ってるのがこのぐらいの大きさなんですよ。だいたい腰よりもちょっと高いかなぐらいの成長なんですけども、94歳のほうき職人さんの畑もあるので、ちょっとそっちの方も見てみたいなと思って、ちょっとこの奥にあの関さんのほうきもろこしの畑があるんですけど、僕も1週間ぶりのちょっと拝見。おお、でかっ。7月4日、同じ僕のところがこのぐらいで、関さんのとこ、関さん1メートルぐらい違いますかね。え、こんなに。植えた日も1週ぐらいなんですよね。植えた日も僕の方が1日早いです。こっちの方が遅く植えて早く育ってるんですね。
雑草もすごい綺麗に。そうですね。ないですね。これがあの管理機でガチャガチャってうなると、この通路の雑草も取れて、で土がこの根元にかぶるんで、そこの雑草も生えにくくなるっていう、なんかダブルの効果があるっていうので、僕も自分の畑でやってもらったんですけど、だいぶ綺麗ですよね。奥のあれとかも、あの辺とか、はい、すごい直さんの身長ぐらいもあるんじゃないですか。あ、確かにちょっと、うん、こんなに違うんだ。気温でですね、真ん中に行けば行くほどでかいですね。そしてやばい状態になってる。果たしてこの先のホウキモロコシの畑は無事なのか。なんとかあの昨日の雨無事に乗り切ったみたいです。もう一つの畑もパッと見た感じだと大丈夫そうですね。ちょっと奥の方も見ていきたいと思います。こう、こまごまとところどころやっぱ倒れちゃってますね。お、あー、やっぱちょっと倒れちゃってます。持たなかったですね。雨と風であちらこちらの方向に倒れているホウキモロコシを一本一本丁寧に起こしていきます。起こすのが難しいホウキモロコシは畝に沿って寝かせていきます。すげえ、なんか鹿とかを威嚇してんのかな。まあ、なんとかこんな感じで、あの畝に合わせてホウキモロコシを起こすことが、ホウキモロコシに起こすことができたんで、まあ、なんとかこれをね、この調子で雨があんまり降らずに晴れがついてくれれば、またみんな直立不動で、まあ、ね、またまっすぐ伸びると思うので、それをね、期待したいなと思います。そして数日後、お、なんとなく起き上がってきている気がします。え、ちょっと待って、これ穂が出始めてきてる。やった。ホウキモロコシの穂が出たことによってやる気復活。2メートル以上成長した雑草を一気にむしっていきます。見てください。なんとかホウキモロコシ、ここまで成長させることができました。もうさすがにこれ以上のトラブルはないと思うんですけども、油断せずにホウキモロコシの栽培続けていきたいと思います。次回はこちらのホウキモロコシの収穫、そして脱穀、選別、まだまだいろいろ作業が残ってますので、そちらの方もお届けできればと思います。引き続き僕への応援、そして BS 吉本のご視聴よろしくお願いします。それでは直帰します。